FM924AM1422 ラジオ日本メカニックを社会の主役に、メカラジ。こんばんは。整備士を社会の主役に、メカラジパーソナリティの佐川優です。車業界に元気と上昇気流を注入します、メカニック応援サポーター、女優の森ひなみです。この番組はその名の通り、メカニック整備士に焦点を当てる番組です。国家資格である整備士は車の安心安全快適を守る重要なお仕事ですが、その車は100年に一度の大変革を迎えています。木を見て森を見ずにならないようにということで、前半は車のビジネスニュース紹介、企業、ジャーナリスト、政治家などをゲストに車関連のビジネスやニュースについて幅広いテーマをお話しします。そして後半は輝け日本のメカニック、この番組の主役ともいえる整備士に焦点を当てて、お仕事のこと、業界の課題や業界を良くするために何が必要かなどについて整備士さんにインタビューしていきます。 Twitter、Instagram のハッシュタグはメカラジでお願いします。お願いします。ところでやっぱり駆け出しの女優さんじゃないですか、はい、南ちゃんは。やっぱりそうだとオーディションって多いんですか？いやー、オーディションは多いですね。ありがたいことに行かせてはいただいております。どんなことするんですか、オーディションって？オーディションはその、事柄によって全然違うんですけど、はい、でも基本おはようございます、おはようございますからの自己紹介して、まあドラマ映画とかだったら演技してって感じですかね。まあ、でも中でも広告とかの CM になると全然違うんですよ。はい、どういった風に？例えばあの飲食系の食べるとか飲むとかの CM とかだったら、もうその美味しいとか単語で、あのただ飲むシュパーとか、それだけで終わりみたいなそれだけで終わっちゃうんだ。それだけで本当に決まっちゃうんですよ。じゃあもう何を見られてるか分かんないみたいな。分からなくて、で普通にテレビ見てて、あの流れるじゃないですか。悔しいなって。そのね、負けん気がすごく大事なので、負けん気をパワーに変えて、はい、メカラジも、メカラジも、はい、お願いしますということで、はい、お願いします。はい、メカラジの30分最後までお付き合いください。お付き合いください。 FM924AM1422 ラジオ日本メカニックを社会の主役に、メカラジ。この番組、EV 電気自動車とか、うん、自動運転とか、はい、まあ、車の未来について掘り下げてますよね。いろいろ掘り下げてますね、はい。でまあ、車ってこの人類の英知とか、こうテクノロジーの塊とも言えるんですけど、はい、テクノロジーの最先端っていうとどこをイメージします？テクノロジーの最先端、これまた難しいですね。難しいですねそれは日本ですか？まあ、日本もね、日本もね、技術力はすごくもちろんあるしね、はい、あのそうなんだけど、まあ、ちょっとねここ最近は、まあ、中国とか、はい、アメリカにちょっと押され気味なとこが。あ、でもアメリカのシリコンバレーとかなら、うん、はい、なんとなくですけど聞いたことはあります。それです。お、それそれそれって感じですね、はい、それなんですけど、うん、まあ、シリコンバレーがね、やっぱりアメリカというか世界の、はい、まあ、テクノロジーの最先端みたいなところになっていて、うんうん、まあ、それこそひなみちゃんも毎日使ってると思うけど、インスタグラムとか、はい、まあ、ツイッターとか、うん、グーグルとか、うん、フェイスブックとか、まあいったのみんなそのシリコンバレーにあって、うん、で、まあ、こういうこの、まあ、インターネットとか IT 関連だけじゃなくて、まあ、自動運転とか、はい、まあ、もっと広く言うとモビリティみたいな、ちょっとねだんだん分かんなくなってきてね、まあ、そういうのもやっぱりアメリカ、はい、まあ、特に西海岸シリコンバレーがやっぱりすごいなと、うん、ことになっていて、ということで、お、本日は、はい、ヤマハモーター、ヤマハ発動機さんですね、バイクで有名な、お、ヤマハモーターベンチャーズ&ラボラタリー CEO の青田はじめさんをゲストに、はい、アメリカシリコンバレーの最先端モビリティビジネス事情について教えていただこうと思います。お、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ヤマハモーターベンチャーズの青田です。本日よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい、では簡単にヤマハモーターベンチャーズさんの紹介と自己紹介をお願いします。はい、ヤマハモーターベンチャーズっていうのは、まあ、先ほど佐川さんの方からも紹介ありましたけれども、はい、ヤマハ発動機っていう、まあ、今岩田っていう町ですね、静岡県岩田市っていうところにある会社の、まあ、一番売れてる商品はオートバイを作ってる会社です。
はい、でそれ以外には船の商品ですね、うん、あの船の後ろにつけてるエンジンとか、うんうん、国内であれば船も作ってまして、はい、だいたい全体の売り上げの9割ぐらいが動くものでできているという会社です。で、まあ、見てて分かると思うんですが、やっぱり国内っていうとですね、オートバイだんだん減ってくんですね。で我々もそういう意味では今全体の売り上げの 90% ぐらいは日本以外のところで物を売って、グローバルですね、いう会社です、はい、でも逆に言うと先進国はだんだんオートバイから、まあ、車に動いていくし、うん、僕らが一番お金を稼いでいるのはアジアですね、ASEANって言ってるところで、はい、まあ、インドネシア、タイ、ベトナムで、こういうところも少しずつみんなの給与が上がってくるとオートバイから車に変わっていくと、うん、なってくると自分たちの将来はどこで作んなきゃいけないのかっていうのをまあ考えなきゃいけなくなってきた、うん、でそうすると今一生懸命ビジネスをやってる人は明日のことは考えれるんだけども、明後日のことは考えれない、うん、なのでじゃあシリコンバレーっていう場所に行って何か新しいビジネスを作ろうということで2015年に会社を作ったっていうのがこのヤマハモーターベンチャーズの歴史です。じゃあまさに最先端を求めてアメリカシリコンバレーに出ていったっていうことですかね。そうですね。でもじゃあヤマハっていうと何を思い浮かべますか、はい、ヤマハっていうとやっぱりピアノだったりですよね。ですかね。ピアノとかのヤマハさんとの違いっていうのは、うん、ですね、最初が楽器なんですよ僕らは。あ、そうなんですね。130年前に、まあ、日本楽器製造っていう会社だったんですけども、はい、ここでブランドがヤマハだったんです。楽器からバイクってすごい飛躍があるよね。変わり具合がすごいですよね。そこちょっと知りたいですね、うん、これやっぱり戦争がかなり大きな影響をしていて、はい、戦争で取り上げられた加工機が戻ってくると。加工機ピアノを作るために使ってた機械、あ、まあ、当時まだみんな手作業でやってたものに何個か機械があったんですよ。使える機械っていうのがあって、でこの機械が戻ってくると、で、まあ、楽器も作り続けるんだけど他になんか作れないのかと、一生懸命いろんなものを作れるからっていうので考えたのがオートバイだったっていう、はい、それで考えたオートバイに行くのはすごいですね。ちょっと不思議な話。天才ですね。天才ですよ。だから自分の中でやっぱね、すごくヤマハ発動機は、ね、ベンチャースピリッツなんですよ。そうですよね。今までやってきたことと違うことをやったっていう、まあ、歴史が自分たちにあって、それが1955年の話なんで、うん、もう僕らのオートバイの人生ももう65歳を迎えたっていうところですね。なんかね、楽器からオートバイに行っちゃうって、ひなみちゃんが女優じゃなくなったら何になるんだっていう。でもそれはメカドルですよ。メカドル、もちろんメカドルですよ。メカドルですね。そうですね。勉強して、はい、そうですね。でもそういうことですもんね。そういうことですね。それぐらい違う。柔らかく言うと。そうなんです。だって130年前に楽器を作り始めて、はい、65年前にオートバイを作り始めたんで、はい、ちょうどこれぐらいのタイミングでまた次のステップを踏んでもいいんじゃないかっていうのも、あのちょっと背景にはありました。なるほどなるほど、まあ、常にやっぱり進化していかないとっていうことですよね、うん。まあ、ところで、まあ、せっかくシリコンバレー の、はい、うん、あのトップである青田さんにお越しいただいているので、はい、まあ、今アメリカのシリコンバレーがどうなっているのかっていうのをちょっと広く教えていただきたいと思うんですけども、はい、あの全体感の話をすると、はい、やっぱりこの物を作る技術っていうのはやっぱ日本であると、まあ、あるいはどこでもいいんですけどドイツでもいいんですけど、はい、やっぱこれがハードウェアからソフトウェアになっていくとなった時にやり方2つあって、はい、ハードウェアをやってる人がソフトウェアを学ぶのか、ソフトウェアをやってる人が車を作るのかっていう話になりました。なるほど。なので今動いてる話、このもともと番組の冒頭から出てきたその100年に一度の大変革の大きな理由っていうのは、はい、この物を作ってた人がソフトウェアを学ぶよりもソフトウェアやってる人が物を作る方が早そうだってみんながちょっと思い始めたところですね。だからアップルが車を作るとか、グーグルが車を作るとか、はい、そういうやつですね。そうですね。もともとはだから車屋さんからしてみると、スマートフォンを使ってナビゲーションとして使ってました、はい、なんで車についてたナビが携帯電話に変わりましたねっていうだけだったのが、どうやらもうスマートフォン自体にタイヤがついたような感じになってきているというのが、まあ、大きな変革の背景かなという気がしますね。なるほど、はい、何かこう特定のこういう面白いモビリティビジネスが今シリコンバレーにあるよとか、うん、そういった話って聞かせいただいたりできますか。まあ、例えばですけどやっぱりどんどんモビリティが小さくなってるっていうのが特徴だと思います、はい、小さくなってる、なんでまあ一昨年ぐらいまではすごく、まあ、日本も少し入りましたけどキックスケーター、あーキックボード最近よく見ますね。最近よく見るでしょ、はい、あれ単にその元々ある商品なんで、まあ、あれにいろんなソフトウェア載せると例えば電池がどれぐらい残ってるか分かりますよとか、はい、どこに捨てられたか分かりますよとかっていうのが見えるようになってくると、はい、別に折りたたみ傘みたいな話ですよね。自分で全部持ってなくていいじゃんと、うん、そこら辺に置いといてもらえばお金払って使えるようになるよねっていうのは
やっぱり小さなものの方がいいよねっていうところが、まあ、出てきたっていうところがあります、ね、シェア自転車みたいな、ね、あれをもっと進化させたみたいな、うん、でもっと乗りやすくなりますと、うん、ただやっぱりこれやると何が起きるかっつって、やっぱりヘルメット欲しいよねと、うん、危ないから、はい、実際乗ってみると分かるんですけど危ないんですよ。結構スピードが出るってことですか？スピードが出るっていうのと、あまりに簡単に乗れるので、はい、まあ、あんまり構えずに乗る、はい、油断しちゃうみたいな、油断しちゃうみたいなところがあるので、まあ、そこがもう社会問題になっていくっていうところでブレーキがかかるみたいな話があるのと、簡単なんで誰でもできちゃう、はい、だからあっという間にいろんな人が同じようなことをやるようになってくると、みんなで喧嘩し合って終わるっていう軽く戦争になっちゃう軽く戦争になっちゃう軽い戦争の中で勝ち組探すのは僕らからするとちょっとあんまり得策じゃないなと思っているので、あのちょっとめんどくさい話すると、ゴールドラッシュってあったじゃないですか。ゴールドラッシュ、あの西海岸で金が出て、はい、みんなで金を掘りに行くんだっつって、はい、でゴールドラッシュで金を掘った人はそんなに儲からなかった。だってみんなで金掘りに行ったから、うん、みんなで金探したんだけど、あのタイミングで一番儲かったのはリーバイスなんですよ。なんでだか分かる、ひなちゃん。分かんないです。みんなが汚れても働きやすい服が欲しかったんです、金を掘るから。で安くて強くて壊れない服はみんなが欲しがったんで、はい、リーバイスはみんなにリーバイスが売れたんですよ。ジーンズですね。ジーンズね。なんでじゃあ何がこの一生懸命いろんなことをモビリティでやってくれる人たちいっぱい出てくるんだけど、この人たちがみんな欲しいものは何なんだろうねっていうのが、まあ、最近僕らが探してる投資したい相手です、ね、発想の転換ってやつですね。僕らこれを社内ではリーバイス戦略って言うんですよ。リーバイス戦略って言うんだろうね。でもやっぱりそのシリコンバレーはその、まあ、世界の最先端で、まあ人も人材もお金も世界で一番集まっているところだと思うんですけれども、うん、やっぱりそういった観点でその雰囲気というのはやっぱりこの日本とは異なるんですか？うん、そうですね。多分一番の違いはエンジェルっていう人たちなんだと思うんですよ。エンジェル天使ですか？天使ですね。天使、はい、天使、本当に天使。何ですか天使？簡単に言うと会社を作るじゃないですか。何でもいいんです、はい、僕アイデアがあるって会社を作った人に、うん、面白いなっつって金を出してくれる人がいると、それは天使。これをエンジェルと呼ぶんですよね。天使。確かに天使だけど、でもちょっと怖い気もするよね。デビルなんじゃないかみたいな。うん、そう一歩間違えたら、うん、ただやっぱりそのシリコンバレーっていう文化の中で一回成功した人、はい、自分がいろんな人に優しくしてもらって成功した人たちはやっぱりこのシステムに恩返しがしたくなると、はい、でそういう人たちがこういうエンジェルっていう人になって戻ってきてくれて、このいわゆるエコシステムっていうんですけど、シリコンバレーの中で生まれていくお金の循環をサポートするっていう側に回ってくれるっていうところですね。なるほど。なんで日本のベンチャーとシリコンバレーのベンチャーの何が違うかっていうと、僕はこのお金とエンジェルの厚みだと思うんですね。なんで日本もこれから先どんどんそのベンチャーの会社が大きくなって、ベンチャーで成長してお金を作る人が出てくると、こういうエンジェルって言われる人の厚みが増えてくると、もう少しベンチャーのシステムがもう一回転するのが早くなると思うんですけど、今のところでは多分今あるシステムの中でいいものを探す方がいいものがあるのかなっていうふうにはちょっと思ってるっていうところですね。つまりまあシリコンバレーに行くと、はい、自分で事業を起こして一回成功したっていう人たちで、うん、さらにこれを後輩に恩返しじゃないけれども、うん、はい、後世につなぐっていう意味で、その事業で成功したお金をもう一回投資してあげるよっていう人がいっぱいいるから、はい、まあ、ひなみちゃんみたいにこうやる気のある若者がいっぱい集まってきて、うん、はい、こういう事業やりたいっていうことを言うとお金を出してくれる、うん、で知恵も出してくれる、知恵も出してくれる、手伝ってくれる。確かにそうすると良いサイクルですよね、うん、だから例えばオーディションに、さっきオーディションの話もあったんで、はいはい、オーディションに行くときに、うん、そこに行く電車賃も出してくれる、はい、こういう風にやったらいいよって言ってくれると、なぜなら私も昔成功したからっていうアドバイスもしてくれると、だこういう人がいっぱいいるっていうところですね。そんな人方がいっぱいいらっしゃったら、ね、まあ、循環すごいいいですよね。循環いいですね、うん、まあ、なので多分シリコンバレーは、性の循環でどん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 いい循環ができて、はい、まあ、ちょっと悔しいけれども一時期日本が一番トップだったはずなんですけど、うん、技術はいつの間にか抜かれちゃってるみたいな、うん、アメリカ人のこう部下と日本人の部下ってやっぱ違いますか？あ、確かに気になります。違いますね。どう違いますか？いや、聞いてなきゃいいですけどねアメリカは少なくとも多分聞いてないだろうなと。やっぱ違いますよ。やっぱ日本のそのなんていうのかな、こう人を育てるやり方と、はい、アメリカの人を育てるやり方は全然違うので、やっぱもうすごい単純なところが言うと褒めなきゃいけない、アメリカは褒めなきゃいけない。
それから良かった悪かったのフィードバックも絶対した方がいい。ストレートに言う、まあ、ストレートにもう何の遠慮もなく良かった悪かったっていうのは言うところですよね。日本だとねちょっと曖昧にこうやんわりみたいなところがあるけど、うんうんうん、それだと逆に何言ってるか分かんないみたいになっちゃうってことですか。なっちゃいますね。だからやっぱりあの自分が言ってることが私がやったことが良かったのかどうかっていうのはしっかり伝えてあげることで、逆に言うとそれに傷つかないようにならないと、僕も例えばアメリカ人が上司だったらそうなるだろうなと思いますよね。私もでもストレートに言われた方がすごい好きですね、うん、そっちの方が、まあ、分かりやすいですね、うん、分かりやすいですね。特に女優さんだとねストレートにむしろ言ってくれないと何を求められてるのか分からなくなっちゃうもんね。分からないですもん、うんうん、確かにね。なるほど。ひなみちゃんはアメリカ型っていうことで。アメリカ型、アメリカ型、ね、佐川さんはどうですか。やっぱ結構純日本なんでストレートに言われたら傷ついちゃうかもしれないですね。あ、ちょっとやんわり豆腐メンタルちゃん、豆腐メンタルかもしれないですね。ヤマハさんからのお知らせとかって何かあったりしますか。はい、我々日本の国内って先ほど 10% しか売り上げがないって話をしたんですけども、はい、一番売れてる商品の大きいものは僕らにとってみると電動アシスト自転車なんですよ。日本で一番、まあ、もちろんオートバイいっぱい売れてるんですけど、はいはい、多分存在感があるのが電動アシスト自転車、はい、特に東京に住んでる人にとってみると、はいはいはい、なので電動アシスト自転車が一番売れるのは3月4月です、うん、やっぱ新学期の準備、これあれ新しい仕事に疲れる時のタイミングで、はい、で去年はちょうどコロナがあったんで、うん、あんまりこの仕事がすぐ4月1日に始まらない、学校が4月1日に始まらないっていうことである程度需要がこうばらけたんですけど、はい、今年は多分普通に学校とか仕事が始まると自転車が足りなくなる可能性はありますと。なんでもし学校決まったり仕事が始まって自転車が欲しいっていう人はあれこれ悩まずにお店に行って買うかネットで買うか、ヤマハの、ぜひヤマハの電動アシスト自転車を買っていただけるとありがたいです。ひなみちゃん自転車よく乗るよね。自転車乗りますね。今電動自転車ですか。今も全然普通のママチャリです。お、そしたらそしたら割引はつくんですかね。割引は私の権限ではアメリカ人なんてないですからじゃあ頑張って稼いで何かしら電動自転車を、電動自転車購入したら、はい、連絡します。ステッカーぐらいは持っていくようにします、はい、さあここでお時間が来たようです。今週はヤマハモーターベーチャーズ CEO の青田はじめさんをゲストにお迎えしました。また来週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。 FM924 AM1422 ラジオ日本メカラジ。ここでセイビーからのお知らせです。株式会社セイビーは仕組みを変えてカーオーナーと整備士の両方を幸せにするおミッションに、速い安心便利な車の整備修理の出張サービスセイビーを運営しています。バッテリーオイル交換故障異常診断ドライブレコーダー取り付けなどをお客様のご自宅や職場に伺い、便利にコスパよく提供しています。お車のことでお困りの方、スマホでセイビーで検索してお気軽にご連絡ください。またセイビーでは整備業界を夢あふれる良い産業にしていくための仲間を募集しています。志ある整備士の方、アフターマーケット関連事業者の方、ツイッターやウェブサイトからどしどしご連絡ください。セイビーからのお知らせでした。メカニックを社会の主役に、メカラジ、輝け日本のメカニック。この番組の一番の主役、車の安心安全快適を支える重要なお仕事、自動車整備士を掘り下げていくコーナーです。はい、今日は女性整備士で佐賀県の整備工場レシップアーレを起業し経営する田中理恵子さんをゲストにお話をお伺いしていきたいと思います。まずは簡単な自己紹介からお願いできますでしょうか。はい、佐賀県佐賀市で整備工場を経営してます田中理恵子と言います。整備士の資格、2級整備士と、検査員の資格を持っておりますが、まあ、現場でほぼ活躍はせず、日々経営で業界の課題に立ち向かっております。
起業して経営するに至った背景といいますか、どうやってそうなったんですかね。私、一回高校卒業して社会に出たんですね、はい、でその後父の会社が、内燃機屋さんといってエンジンのオーバーホールだったり、ない部品を、自動車部品のない部品を作ったりとか、いろんな工場ことをやってて、そこに働いてて、うん、その時に、自動車関係のお仕事をやってたので、整備士の資格があった方がいいかなと思って、はい、24歳で専門学校に行って整備士の資格を取ったんですね。でその整備士の資格を取ったら、周りの女性の友達だったり知人とか、こう整備のプロになったと思って、いろんな相談を受けるようになったんですよね。なるほど。はい、でなんか行く工場がわからないとか、なんか行っても騙されてる気がするとか、なるほど、なんか車のことが全くわかんないから、もう言われるまんまこう整備するしかなくて、ってすごく高かったとか、そういう話をいろいろ聞いて、で女性ってわからないから、言われてここはしなくてもいいよとか言われて、最低限に抑えるからまた壊れちゃうんですよね、はい、お友達とかもそういうのの繰り返しで、なのでそうか、きちんと相談できて、きちんと話できる整備工場、女性が一人でも行ける整備工場を作りたいなと思って、まず女性のために、整備工場を立ち上げようと思って立ち上げたんですね。なるほど、はい、すごいですね、行動力が、うん、女性整備士ならではの苦労とかってあったりしますか。やっぱり体力が男性と一緒じゃないなって思って、なんか体調を壊したこともありますし、はい、だからそういう、まあ、体力面とかが一番ついかなとは思います。なるほど。逆にこうお客さん目線で、まあそのまあ整備士はこう男の仕事だみたいなこうイメージを、まあ持ってる方もまあ正直結構いるんじゃないのかなという気もしていて、でそういったこうお客さんからこう女性の整備士が担当だよっていうことに対して何かこう言われたりみたいなこともあったりしますか。今立ち上げてる会社は基本男性と女性で一人で一台のお客様 あのサービスをするようにしてるんですね、はい、やっぱり男性整備士と女性整備士でフォローし合って、やっぱ技術ね、重整備とかなると男性がやるって思ったらお客様安心してくださるし、男性は男性、女性は女性のポジション、女性ってお話しするの好きだから、整備の説明とかは女性の方が全然お客さんは喜んでくださるし、やっぱり力作業とかになるとやっぱ男性の方がどうしても頼もしいですし、そこを考えると特になんか自分で会社を始めてからはそういう働き方ができてるので、特に苦労っていう苦労はないですね。うん、なるほど。あと車に乗られている方の半分は女性だと思うんですけど、はいはい、女性のお客様向けに工夫をされているとお伺いしたんですけど、具体的に教えてもらえると。お客さんに工夫か、工夫、あとはそのお車の、私たちってお車のことを、お車のお医者さんで車のことをお客さんにきちんと伝えてあるて、はい、ことが必要だと思ってるんですね、うんうん、なので車のこう勉強会をやったりとか。ああ、女性のお客さん向けに。あ、はい、あ、なるほど、はい、去年11月とかにもその車の車検整備の一連の流れをこう男性スタッフと一緒にやって、へえ、はい、セミナーみたいなことですか、うん、そうですね、そうですね、なんか車の意見交換会って言って、女性ユーザーの車のわからないことを聞き出そうっていう勉強会を、うん、なるほど。そしたらその時に、車のわからないことがわからないって言われて、確かに、確かに、わからないことがわからないって何伝えていいかわからないねってなって、じゃあわからないことを人に聞き出そうっていうので、こういろんなことをお伝え、聞き出して、その解決方法だったりとかを、はい、スタッフと一緒にやってました。それはやっぱり喜びますよね、お客さんは。そうですね、本当車の中に。皆さん車の中に、オイルとかいっぱい入ってるのにエンジンオイルだけしか知らなくて、うんうん、実はエンジンオイルの他にブレーキオイルだったり、はい、ミストオイルだったりオートマオイルだったり、たくさんの種類の、うん、LLC 入ってるしっていう話をした時に皆さんっていう反応で、うんうん、
あとはその車って大体2万点から3万点の部品でできてますよっていうお話をしたりとかですね。へえ、私も今ちょっとびっくりしました、はい、2万点から3万点そうなんですよ、まあ、部品を100円にしたって200万から300万って結構妥当な値段で車って売られてて、お家の次くらいに高い買い物、うん、そうですよね、なっちゃってるんですけど、その辺考えるとしっかりこうメンテナンスをして、うんうん、なんか大事に乗ってもらいたいなっていうのがあります、うんうん、最後になんか宣伝みたいなあったら教えていただきたいです。今レシプアレでは整備士を募集してます、はい、で私の企業理念として自動車整備業界にイノベーションを起こす、って新しい取り組みをやって自動車業界を変えたいって思って、スタッフ一同頑張ってるんですね、うん、でいいですね、この、はい、はい、思いに一緒に働いてくれる整備士さんを男性女性どちらでも、はい、募集してますので、県外の方でも、はい、Zoom で面接したいと思いますので、やる気のある方はぜひお待ちしております。ホームページでレシプアレって検索したら、うん、はい、出てきますので、ホームページに問い合わせのメールがありますので、はい、直接電話いただいても大丈夫です。はい、そしたら、まあ、こういった熱い思いに共感できる整備士の方は、うん、ぜひレシプアレで検索をして問い合わせてみてください、はい、ということで本日は女性整備士で佐賀県の整備工場レシップアーレを経営する田中理恵子さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。 FM924 AM1422 ラジオ日本、メカニックを社会の主役に、メカラジ。ぜひこんなことを聞いてほしい、こんなゲストを呼んでほしいなどありましたら、ツイッターでハッシュタグメカラジをつけてつぶやいてください。はい、まあ、ところで今日はひなみちゃん、まあ、アメリカの、はい、まあ、シリコンバレーで、うん、まあ、お仕事をされている、まあ、ヤマハ発動機の CEO の方をお呼びしたんですけど、うん、はい、海外ってこう森ひなみ的にはどんな感じですか？海外旅行に、はい、まず私あの小さい時にハワイとかしか行ったことがないんですよ、うんうんうん、そうなんだ。ここに行きたいとか逆にないのかな。私フランスに行きたいんですよね。なるほど。街がかっこよくないですか、うん、かっこいいですね。パリ、うん、パリ、はい、パリちょっと憧れますね、うん、行ってみたいなって思います。甘いものもね、美味しいよね。パリ甘いものいいな、食べたいな甘いもの、うん、はい、フランスのパリ、まあでも今ちょっと行けないですもんね、うん、こんなご時世で。まあ、コロナが落ち着いたらね、写真撮影とか、うん、なんか撮影で行けるといいね。行きたいですね、本当に、はい、写真集とかで、うん、なんかロケとかであったかいところ、海外、うん、うわー行きたい、行きたいね、はい、まあ、そんなひなみちゃんのインスタグラム、ツイッターもぜひフォローしてください。お願いします。ラジオ日本メカラジ、パーソナリティの佐川優斗、メカニック応援サポーターの森ひなみでした。また来週、バイバーイ。この番組は車の整備修理の出張サービスセイビーがお送りしました。